はい。朝起きたらね、山梨県南アルプス市の抜群っていうラーメン屋のね、辛い肉ちゃんぽん食べたくなっちゃった。どうしても。でもね、塩分がね、まずね、表記されてないんだけど、感覚的にね、10g 以上あると思うんだよね。スープ入れたらね、15g ぐらいあるんじゃねえのかな。これちょっとね、危険な塩分です、一食でね。でも食べたいということでね、今山梨に向かっておりますね。でもとても暑いので、あーちゃんはお家で待機でございます。なんで待機かっていうと、このね、体内に取り入れた塩分を体内から出すという作業をします。それはね、その近くにある安住とよく行く公園でマラソンをします。入った塩分、このマラソンで体内から出し切ります。まあ出し切るのは無理だと思うからね。また翌日ね、夜明け前から走って追い汗出しをします。で、これが素人的に余分に取ってしまった塩分を体内から出すという、最大限の努力でございます。まあ、塩分に詳しい方、お医者さんがね、仮にこの動画を見てたら、これで合ってるか教えていただけると非常にありがたいですというところでね、めちゃくちゃな塩分を体に入れて、めちゃくちゃに塩分を体から出すという作業をね、これから山梨まで行ってやっていきたいと思います。ただ渋滞なのでね、事故に気をつけて。先ほど日本道路交団がサイレン鳴らして走っていったので、多分事故だと思います。自分が事故に遭わないように、自分が事故を起こさないように安全運転で行って帰ってきたいと思います。そしてどの公園を走るかはまた、動画の中で紹介していきたいと思います。今公園の名前がわからないのでね、それでは行ってまいります。渋滞、もう家出てからずっと渋滞だね。珍しいねこれ。もうこっちのインター降りる前ずっと渋滞で、普通だったらまあまあ2時間半ぐらいで着くところが4時間半。もうね、10時でね、3時だよ、3時でね。インターネット見たらね、2時で閉店とか書いてあったね。どうだろう。あ、見えた。抜群ラーメン。じゃじゃーん。車は止まってるけどね、これ店の人の車じゃないの？よいしょ。ほら。ほら。準備中だって。ああ。残念。ここまで5時間かけてきたのにさ。しょうがない。どっかのスーパーで弁当買おう。で、弁当買って、なんだ、マラソンして帰ろう。残念。ちょっと変則な営業時間で、また夕方の5時半からね、営業するみたいなんだけど、5時半まで待てないよ。ねえ。やっぱり食べ終わってから走りたいじゃん、塩分出すために。だから5時半から食べて6時過ぎに食べ終わって、そこから1時間ぐらい休憩してから走ったらもう夜だよ。家に何時に着くのって感じだからね。ここ、あー着いたよ。だからもうお弁当も食べたからね、うどんとお寿司の弁当、僕の一番お気に入りの弁当ね、
外食の弁当では一番、塩分が少ないんじゃないかっていうね、これを食べて今公園に来ました。こっから着替えてマラソンします。さあ準備運動終わったのでね、この山梨県美大南公園、こっからここね往復プラスこの先にもう一個公園があるから、ずーっと行って戻ってくる。これ何キロあるんだろう。2キロ、2キロ、4キロ。だあとは向こうがこっち側が何キロあるからね、ここだけで4キロでございますね。あの元気に歌ってる方もいらっしゃいます。じゃあ負けないように走っていきたいと思います。で今日はねこのクロスカントリーのコースね、走ってきます。だからこの川沿いのコース走ってって、帰りは山沿い戻るところかな。じゃあ行ってきます。レッツゴー。暑いね。安住連れてこなくて正解。キッチンカーが来てね、キッチンカーがあっちにね。結構ずっと勾配だね。きついね、これ。子供たちもいっぱい遊んでる。今日は水いっぱいあるんだね。よいしょ。よいしょ。じゃあ勾配これから登ってきます。勾配登り切りました。途中までね、きついわこの暑さとこの勾配はね。じゃあこれからこれ川沿いの道に入って、クロスカントリーのコースね、行ってみたいと思います。クロスカントリーのコースは日向だから結構しんどい。っていうか、めっちゃしんどい。天気いい。こんだけね、暑いと、やっぱりね、この川、浸かりたいね。何気にずっと緩やかな勾配だからね、多分帰りは楽だと思う。でもう一個の公園の方はもっと勾配きついと思うね。よいしょ。こっからスタートだね。スタートのゴールここ、ね、ここになるんだね。よしレッツゴー。標高も高いからね、やっぱりきついわ。でも頑張るよ。レッツゴー。お、最高。木漏れ日の中走る俺ってダンディマスクしてさ、この上役者さ、めっちゃしんどいよ。疲れた。まだね、4分の1も走ってないよ。疲労困憊。でもね、せっかく走りにね、5時間もかけてきたからね、走んないとダメよ。あずま屋さん、失礼します。いやしんどいよ、ほんともう走れない。
でもね、休憩しながら走るよ。ああ、しんどい。やっとね、4分の1来たよ。ほら、あそこが手前の公園の折り返し地点。今日はね、あの奥も走ります。